こんにちは、片山外装の片山です。いつも動画の方をご視聴いただきましてありがとうございます。今日の動画内容なんですが、新築だったりとかリフォームの時に外壁を選んでいくと思うんですけど、まあ、たくさん種類がありますし、まあ、色だったりとか、まあ、デザインだったりとか、まあ、性能だったりとかって言って、たくさんまあ種類があるので、まあ、そういう中からサイディングを選ぶっていうのが非常に難しいと思うので、今回は施工士目線というか、まあ、僕目線でですね、このメーカーのこの材料がいいよっていうのを、まあ、そこまで結論をお話しさせていただきます。あくまでね、僕の個人的な意見も入っていますので、何か他の商品がダメだとかそういった否定するものではなくて、単純に僕のおすすめする商品をお話しさせていただきますので、その辺はご了承ください。まずですね、そのサイディング外壁材といってもですね、たくさん、まあ、種類があると思うんです。溶業系サイディング、金属サイディングとか、まあ、タイルとか、まあ、たくさん、種類があるんですが、まあ、その中でですね、今回は溶業系サイディングの中から、ピックアップしたいと思います。それはなぜかっていうと、全国的に見ても新築の着工棟数っていうのが年々でこう何棟経ちましたみたいな形で発表されるんですけど、もうその全国の新築着工棟数のもう何十万棟と経つわけじゃないですか。でその中の約 80% ぐらいのシェアを誇っているのが溶業系サイディングなんですね。なのでものすごい住宅に使われている外壁材になります。ただ金属サイディングとか木製のサイディング、タイルなんかも非常に素晴らしいんですが、まあ、価格面だったりだとかデザイン面とかでより多くのお客さんがこの溶業系サイディングっていうのを選んでいるっていうのが毎年のデータを見ると分かります。なので、今回溶業系サイディングの中から僕の中でこれだっていうものを一つ選びました。まずですね、これだというその商品なんですけど、ニチハさんというニチハというメーカーのプラチナコートって言われている、商品を今回僕の中でピックアップしました。なぜこのニチハさんのプラチナコートが僕が選んだかっていうのも理由がまああるんですが、まずですね、サイディングをこう選んでいく、まあ物を選ぶ時って大体そうなのかもしれないですけど、サイディングを選ぶときに僕の中で大事にしている4つの、まあ、ポイントがあってですね、まあ、この他にも細かい部分もたくさんあるんですけど、中でもこの4つを特に大事にしてサイディングを選んでます。まず1つが価格ですね。で2つ目がデザインですね、まあ、色とかそういったもので、3つ目が性能です。で4つ目が保証と言われている部分です。でこの予算、デザイン、そして性能、そして保証で、この4つの観点を、まあ、基準にして、あとまあ細かい部分とか見ていったりして外壁材を選ぶんですけれども、まあ、この1番と2番っていうのは、まあ、大体その自分もそうですけど、お客さんとかも大体自分たちが出せる予算、まあ、このぐらいの予算の中から選びたいとかっていうものもあると思うので、この辺はちょっと一概にね言えませんし、まあ、デザインとか色っていうのも、まあ、それぞれの好みだったりとかもあると思いますので、まあ、1番と2番は今回の話の中ではちょっと割愛するんですけど、3番の性能と4番が今回その僕がニチハさんのプラチナコートを選んだ一番大きい理由になるので、そこをお話ししていこうと思います。まずその3番性能っていうところの部分なんですが、まあ、ニチハさんのそのプラチナコートって言われているのが、簡単に説明するとですね、無機塗料と有機塗料がバランスよく配合されているのがプラチナコートですと。その無機塗料と有機塗料って何なのって言った時に、まあ、無機物っていうのが、人工的に作られていないというか、人工的に作られないものを、まあ、無機物とかっていうんですけど、有機物っていうのはじゃあ逆に何って言ったら、これは人工的に作られた、まあ、化学物質みたいなのが入っているようなものが有機物と、まあ、その無機物と有機物っていうものを使って作られているのが、まあ、無機塗料、まあ、有機塗料っていうふうになっていて、まとめると有機樹脂の中に無機物を混ぜ合わせた混合塗料というふうに覚えておくと分かりやすいかと思います。まあ、なのでその配合で作られた
まあ、その塗料っていうので色褪せに非常に強かったりだとか、紫外線によって起こる、まあ、ひび割れに非常に強い、そういった塗膜が塗られているのが、まあ、プラチナコートという商品になります。まあ、なので他社の、塗膜なんかと比べても、まあ、全然引きを取らないというか、いい塗膜なのかなというところで、あのプラチナコートいいなというふうに思ったのが1点です。で、他のまあメーカーさん の, あの塗膜なんかも非常にいいものもあるんです。まあ、中には、光で、汚れを浮き立たして、で雨で流すなんていう素晴らしい商品もあるんですが、まあ、こういった商品も、まあ、僕的にいろいろよく考えると、まあ、建物も全体的に全てに光が当たる建物もあるかもしれないですけど、まあ、建物立地条件にしてはそうじゃないやっぱり建物もあったりすると思うんですね。あの太陽光が当たりやすい面とか当たりにくい面とか、雨が当たりやすい面当たりにくい面っていうのが あると思うので、まあそういったものも考慮すると、日夜さんの品物が非常に分かりやすくてですね、いい塗膜なのかなというふうに思います。それから4番の方の保証のところなんですけど、まあ、この保証っていうのが、まあ、圧倒的な、まあ、差があってですね、日夜さんの製品だと30年保証っていうのがこのプラチナコートっていうのにはついているんですけど、まあ、他社さんの保証なんかを見ると、まあ、現状ですけど今のところ最長15年で、日夜さんの方は30年という保証の年月の差がもう約2倍ぐらいあったので、で保証内容もそんなに変わらないんですね。まあ実際ね、その15年と30年って結構、やっぱ15年ってかなりの年月なので、まあ仮に30歳で張り替えしましたとか、まあ40歳で張り替えしました、新築建てましたとかっていう場合も、まあ向こう30年40歳で外壁を新規で張れば、まあ70年っていう風な、70年じゃない、ごめんなさい、70歳までの保証が向けられると。30歳の時で建てたとしても、まあ、60歳までね、その保証が続いているよと。で、日夜さんですごいのが、リフォーム、まあ、張り替えの時もその保証が受けられるんですね。はい。他のメーカーはリフォームの場合は張り替えしても保証をというものはないんです。ただ日夜さんに関してはその、リフォーム時でも外壁の保証内容っていうのがついてくるので、そういった部分でもお得なのかなというふうに思います。まあそういったこの部分がですね、日夜プラチナコートをおすすめしたい一番いい外壁材なのかなと思った理由でした。あともう一つだけ付け加えてお話ししたいんですけど、まあ当然ですね、我々みたいな施工者が現場で外壁材を加工したりで、必要な部分に塗装したりだとかして外壁材を施工していくんですけれども、当然メーカーさん、各メーカーさんが工場から出す時っていうのは、そのメーカーさんが、作った、まあ、100% の状態で現場に入ってくるんですけど、お客さんが実際その外壁材を性能を生かした家に住むためには、やっぱり我々みたいな施工者がきっちりとした施工をしていかないと、その性能も半減してしまうので、しっかりと業者を見極めてお願いした方がいいかと思います。というわけで、まあ、現在状況でですね、僕が一番おすすめする外壁材は日夜プラチナコートということで、お話しさせていただきました。で、あとなんですけど、まあ、もう外壁選んで新しいの貼ったよとか、まあ、新築建てたからもう外壁貼られてるよっていうお客さん、もし見てらっしゃる方がいたら、まあ、うちこんな外壁材貼った、どこどこの外壁材貼ったよ、まあ、こんな不具合があったよとコメント欄にですね、どんどんコメントの方を入れていただけたら、嬉しいなと思います。まあ、質問なんかもあればコメントの方に入れていただければ、順次回答できる範囲で、回答していきたいと思いますので、コメント欄の方にもどんどんコメントをお寄せいただければ、嬉しいです。はい、それでは長くなりましたが、今日の動画は以上になります。いいねとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。